お前なんで今更出てくんだよ。伊佐木役引退しただろ。あの時に勢いを選んだんだよ。今頃よ、なんか8年 ?8 年半うん、なんか出てくる。おい、なんか間違えてんじゃねえか。夏に出てくるお化けと違うんだぞ。ああ、島田だ、島田慎介、気持ちいい。お前のことだから、なんか考えがあって出てくるんだろうと思うけど、これだけじゃねえだろ、これだけじゃねえだろ。俺はな、信じたいよ。お前これだけで出てくるんじゃねえと、なんか志があってな、心に引っかかるものがあってな、俺は世の中をビシッとしてやろうっていうことで出てくるんだろうと俺は思ってる。お前らは分からんけどな、俺は島田紳助よ。そういう男気のある立派な役者で立派な男だと、また立派な社会人だと思ってる。その島田がなんだ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 、また出てきてバラエティやるわけじゃねえんだろ。うん、動画でバラエティなんてあんま聞かねえからな。うん、しまだーしんすけー、俺にな、しまだ、俺にも相談しろって言っといただろ。なんでみそなのよ、みそなのチャンネルに出るんだよ。どうせ出るんだったらな、俺様の平亀様のチャンネルに出てこいよ。なんでみそなのだよ、わけわかんねえじゃねえかよ。俺はな、お前とはな、そういう関係に続いてると俺はずっと思ってたんだぞ。太い太いパイプでな、いつでもお前とは何でも本音で喋られる、語れるというふうに思ってたの。突然これだよ。どういうことなんだよ。え？どういうこと？気持ちいい。どういうこと？急にな、言われて俺は困るんだよ。事前に言ってくれよ。みそのまま、チャンネルで出るから、応援頼むとな、お前なんで自分一人で出てきて全部やるつもりなのか。おい、なんかな、芸能界もな、甘く見られたもんだよ。お前はもう引退してからな、随分変わったんだぞ、芸能界も。簡単に行かなくなってたから。もっとな、人の意見を聞け、周りの人の意見を聞きながら参考にしてやっていけばいいじゃないか。あんまり一人突っ走るなよ。な、突っ走って失敗でもしたらどうすんだよ。うん、島田紳助、紳ちゃん、紳ちゃん、頑張ってね。かわいい、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 かわいい。おい、磯野、お前ちゃんとやってるよ。ちゃんとな、紳助の世話をやってる、世話をやってるよ。おい、やってるよ、やるんだぞ。最終的にはな、光とコラボをやろうということなんだろ。最終目標はそこに絞られてんだろ。あとこれな、これに絞られてんだろ。うん、まあこれはしょうがねえけどよ。あとはな、お前の運次第だよ。運が強いかどうかで決まるんだから、頑張ってもらうしかねえと思うけどな。これはまあなかなか、お前十分持ってんだろ。これはこれは持ってんだろ。きっと今から取らないでも、これ取らないで稼がないでもいいぐらい持ってんだろ。まあでもな、コラボでうまくいけばいいよな。うん、行けば見れたし見れたしや。うん、早くそこまで行くように